花園ラグビー場で12日から14日までの3日間、元高校生ラガーの交流大会マスターズ花園が開催されました。また初日12日には開催記念イベントも行われました。マスターズ花園は花園ラグビー場を高校生ラガーの聖地のみならずマスターズ世代の聖地としても意識してもらおうと、市や関西ラグビーフットボール協会などで構成する実行委員会が2年前から行っているものです。時を経てここ花園に帰ってきていただいた、あるいは夢を叶えていただいた、心から本当に嬉しく、ぜひともまた来年からも再来年も花園にご出席いただきたいと思います。開会式に続いて過去3度全国大会に出場した経験がある滋賀県の是々高校と創部100年の古豪神戸高校の第一試合が行われました。大会には全国から18チーム、40歳から89歳までの元高校生ラガーが集結し、青春時代に仲間と共に目指した憧れの第一グラウンドで熱戦を繰り広げました。憧れの花園で取れてきてよかったです。ありがとうございます。最高ですね。やっぱり花園、夢にまで見た場所ですんで、いい思い出になりました。また、花園ラグビー場をホームとして活動する花園近鉄ライナーズと、大阪を拠点とするレッドハリケーンズ大阪による OB 戦と、現役選手によるプレシーズンマッチも行われました。OB 戦では45歳以上と45歳以下の部でコンタクトなしの試合が行われ、来場者は往年の名選手の今も色褪せない好プレーや珍プレーに胸を躍らせていました。ラグビー場周辺で行われた開催記念イベントではキッチンカーが出展したほか、市と公民連携の取り組みを進める企業・団体の PR ブースや、市内を博覧会の会場に見立てて開催される体験型イベント東大阪体感町博の PR コーナーなどが設けられ、多くの来場者でにぎわいました。環境問題について市民の意識向上を図る啓発イベントエコ東大阪では、市と近畿大学の学生グループが共同で食品ロス問題をクイズを交えて分かりやすく説明しました。食品ロスのことって関心はあるけどどうしても捨ててしまうとか行動に起こせないっていう方がこう話を聞いてると多くて、こういうイベントをやって、学生から言葉で伝えることで、日頃のこう行動を変えてもらえるっていうことを、僕らがやってる意味があるなっていうふうに思いました。さらに緑化推進イベント緑ふれあいの集いでは、市内で緑化活動を行うボランティア団体が工作や丸太切りなどの体験ブースを出展。自分で切った竹を使って遊んだ子どもたちは楽しみながら緑あふれる街づくりへの関心を深めていました。